こちら山梨県笛吹市大和座境川町藤ぬた、藤ぬたはあの大和座でしたね、あざ団子山です。はい、もちろん藤ぬたのぬたは幽霊文字ということですが、この団子山の団子、米辺に丸いと書きます。米沢泉のフィールファイン TV、 おはようございます。というかもう昼前ですけど、昼前でもないか、半蔵門線押上駅入場でございます。さあ、実は昨日の午後からね、メトロの24時間券を使い始めて、まあ、これを入場、この後新宿に向かいます。これをやった経緯はまた改めて、あ、まだ来てなかった。はい、じゃあ説明しましょう。こいつですけどね、昨日川越旅行を中心になって、来月延期にしたんですけど、まあ、その結果、まあ、実家から帰ってきて11時でもう行けないと、ね、代わりに来年行こうと思っていた図書館にね、国土行政区総局と読売新聞の縮雑版を閲覧するという、これは両方できるのがね、渋谷区中央特区しかないということで、昨日ね、原宿まで、明治神宮前までこいつで移動して、その後、その上野広小路まで移動で忘年会やって、上野広小路から押上まで帰ってきて、その段階だとね、 JR 使うより600円高いんですが、今日のこの移動で新宿まで移動することで、完全に最安値になるということでございます。中央になります。押し上げ最近前、押し上げ最近前、押し上げスカイツリー前に到着です。電車遅れましてご迷惑をおかけしております。ピンボケです。大手町駅で丸の内線、荻窪駅になる感じです。まあ、2分1円のままでしょうね、なると思うんですよね。漏れすぎた、はい、新宿三丁目で降りました。降りましたか、今から、はい、出場しまして、昨日から使い倒した東京メトロ24時間券、これで今回の旅おしまいでございます。さあ、このまま地下道経由で、ね、バスと新宿まで 500m ちょっと参りましょう。こっちですね、はい、新宿三丁目から 600m ぐらいですかね、歩いてまいりまして、途中ね、E ビュー出口から地上に出まして、エスカレーターでそのままこの高さに上がってきて、甲州街道改札ですか、やるしかないので、こちらの指定席券売機で、はい、駅ネット特ダネ30を明日帰りを使うね、それに接続する南甲府から甲府までの乗車券を、それぞれ購入しました。下の切符はこの場で買ったんでね、大人休日休カードの、IC チャージ分で購入しております。さあ、バスタ新宿向かいましょう。はい、バスタ新宿、あ、もう来てますね、バスタ新宿の B5 乗り場から、京王バスですか、京王バスの、あ、違います、これ岡谷行きですね、この一本、ね、こちらになります。今53便甲府行きです。はい、やってまいりました、甲府行きです。京王バス乗りましょう。境川バス停に5分装着でございました。そしてここ、まあ、降りるのを3度目
うち一度は休憩ですけど、このバス停自体でね、降りたことも一回あって、まあ、今回2度目の下車ってことなんですけどね、ファミマに行って、その前にトイレ行って、その後ファミマに行って、ここがどこなのかをまず確認したいと思います。レシートでね。パーキングエリア内のファミリーマート、境川 PA 下り店で、レタスサンドを買いました。シャキシャキレタスサンドを買いましたが、見てください、住所。山梨県笛吹市境川町藤ぬた4088番地でございます。藤ぬた、この甲府じゃないや、山梨県の地域文字、方言漢字にして、幽霊文字ぬたでございますね、はい。山梨県民はこの漢字が方言漢字だと知らないというね、お約束の藤ぬたでございます。もともとの藤ぬた村が合併して境川町になって、それが笛吹市になったということですね。というわけで、幽霊文字地名の買い物でした。はい、境川パーキングエリア下り線から、こっちの方向にね、直線距離300メートルぐらいしかないんですけど、上りパーキングエリアを、ぐるり回り 1.1 キロ歩いてまいりました。こちらこの角っこの地ですね、この Y字路の真ん中のところね、中洲のところです。こちら山梨県笛吹市大和座境川町藤ぬた、藤ぬたは大技でしたね。朝団子山です。はい、もちろん藤ぬたのぬたは幽霊文字ということですが、この団子山の団子、米辺に丸いと書きます。この漢字、千葉県の君津市のあざ名と、そしてここ、もともと藤ぬた村ですか、山梨県藤ぬた村のあざ名に、この千葉と山梨になぜか隔離分布している謎の漢字です。そして国土行政区画総覧には出ておりませんので、実漢字に収録されず、すなわちユニコードにも収録されていません。もちろんこれでは登記のコンピューター化ができなかったので、登記登録文字というですね、その全貌が公開されていない4万漢字収録されていると言われる、その登記登録文字の一つとして、この米辺に丸いという漢字が登録されています。まさにこれをこの米辺に丸という漢字が笹原先生の97年の論文に出てくるということなんですね。まあいうことなんで、この土地を訪問したということです。そして、相変わらずね、お世話になっているこちらの、ね、研究ノート、の方で、こちらのね存在が分かったということでね、登記簿もこのように開けさせていただきました。現在町有地ですね、だいぶ昔から町有地になってますが、地目は畑と、これ工作できるんでしょうかって説もありますけど、そして、農地ナビをね見た感じでは、この山、これが団子山ですね、こっちではないですね、この山が団子山で、ここが あれですね、その、あざ名、あざ団子山の、終端ということになります。こっから向こう側の奥ぐるっと回って、この山の向こう側まで含めて、団子山ということだそうです。これで失われた幽霊文字を求めて神田、これで失われた幽霊文字を求めてリビジョン2の旅、1カ所目団子山訪問できたことになります。しかも幽霊文字も入ってるっていうね、贅沢でございました。はい、もう隅から隅まで、取らなかったですけどね、端っこから端っこまでずっと逃げるじゃないかと思いますね。これが団子山ということでね、端になります。寄せなかったんですけど、この物置になっているね建屋が、この反対側に1軒、そして今ここに1軒ということでね、人は住んでないということですね。はい、この辺から団子山みたいですよ、向こう側がね。ということで、ちょっとね、団子という感じは、期待してませんでしたけど、農地なんでね、果樹園なんで、採取できませんでしたと、いうことでね、そこは残念でございます。もちろん、電柱は、幽霊文字、ぬたでございます。というわけで、はい、この後、歩いて湯温泉まで 6.2 キロ、もうちょっとかな、向かいましょう。はい、一周して元のね、団子山の端っこの5636の位置に戻ってまいりましたが、あそこでね、果樹園の剪定されているおばあちゃんがいらっしゃった、思われる人がいらっしゃったんで、訪ねたら、やっぱりこの山が団子山だそうですよ。正解でした。ありがたや、ありがたや。山梨県、笛吹市、境川町、藤ぬた、団子山、から 5.9 キロをなんと80分かけて歩いてまいりました。こちら湯温泉でございますね。ここ見るとすごい設備だよね、ほんとね。あれだけの、ね、温泉タンク、源泉タンクじゃない。そりゃあいっぱいかけ、各部屋にかけ流せるわけだ。
というわけでこちらにちょっと遅くなりましたけどお泊まりしていきましょう。はい、ご覧のようにね、大変な湯量が算出しておりますということですね。本日のお部屋は308、こちらですかね、はい、この真っ暗な、ね、廊下節電プレイのこれもまた、名物でございますね、湯温泉のね。あ、端っこの部屋でございました。よいしょ。よいしょ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 。はい、というわけでぐらいのまま、ですが、いつもの勝手知ったるお部屋でございます。くつろぎましょう。湯を張らなければ。はい、ユニットバスに温泉を張り始めました。待ちましょう。これそのまま入ってすぐ行きやすいんだよな。はい、あっという間に止まりましたね。というわけで入りたいと思います。暑さどうでしょうか。ちょっと暑いよ。はい、ということで終わりましょう。一旦見てみますね。はい、あ、ちょ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 、おお。でもこれは単に足が冷えてるだけか。どうでしょう。あ、44度、ちょっときついね。おお、だんだん慣れてくるし、投入し行ったと思いましょうかね。はい、ということで始めましょう。割とね、あれですよね、褐色なんていうね。そして香りを嗅ぎましょう。これバーナバカになってるな。鉄の香りしかしないんだけどね。え、花風とかですかね。過去見たらモール臭がしてるっていいんだけど、ちょっと鼻でモールが感じられません。鉄の香りはしますね。かなきはしますね。はい、まあ、あの一時的にね、まあ、鼻風はあるんですけど、それ以上にあの寒さでね、バカになってる可能性もあるので、まあね、この後、ね、夜とか明日の朝とか改めて匂いを嗅いでみましょう。はい、というわけで、お湯から上がって、一区切りしたところでちょっと飲みに来ようということでね、700m 湯温泉から歩いてまいりましたね。こちらは勝業秀さん、実はこの前に狙いを定めていたお店がなんと今日臨時休業だったということで、急遽こちらということでね、まあ、こちらも結構美味しいらしいですよ。あ、そうそう、山梨って刺身の消費量がすごく多いんだよね。はい、大変メニューを行ってね、さつお島美人ロックでいただきますよ。はい、ちょっとシャンプーだね。そしてお通しですね。刺身おまかせ御殿盛りをお願いしたところ、おすすめ御殿盛りかお願いしたところ、なんと2点サービス7点盛り効果だよ。ね、まさに山梨県は鮮魚大好き刺身大好き文化というね、ちょっとです。さあ、一個一個見てみましょう。こちら、マダイ、そして三の字ですね、磯の魚ですね。そしてシメサバ、カマス、ヤリイカ、それとトロスキミということですね。超豪華ですよこれ。やばくないですか。さあ、じゃあ三の字まずいただきましょうね。三の字食べるの初めてじゃん。よいしょ。なんか独特の風味がありますね。美味しいです。油も程よく。じゃあちょっとカマスもいきますね。カマス、いや、引っ張るかな。これまた油だと思います。カマシもです。カメはめちゃめちゃうまい。マダイも
あ、これ旨味強いね。脂戻ってますね。旨味強い、ありがたい。これはさすがに4食ですかね。はい、手押しのところに。じゃあ、ジョイナップ。シメスパニー。はい、あれトイレってあります？トイレありますよ。ほどよく閉めた、いい感じ。中から頑張りしてこっちとそっちが、あ、こっちですか。はい、そこにあのうちのスリッパがあるので。あ、はい、あの中入ると電気が自動につきますから。はい、甘い甘い。そう、どうですか。その後休めさんが来たんだけど、トラウマになりすぎてやっちゃった。大丈夫、行かないで。おいちあそこに椅子があるから小さい。あ、じっくりやっちゃいましょう。はい、今度は2杯目赤切り締めにしましたね。お、全然違う。赤切り締めおいしいね。芋っぽいな。焼酎っぽいんじゃなくて、さつまいもっぽい感じで出すんでね。はい、はい、鶏もつ煮を頼んでみましたよ。鶏もつ煮です。甘いって、ダイエットもうどうでもよくなってますが、もうどうでかいしさ無理だね。はい、あ、これは初ですね。割と煮込み、そこまで強力に煮込んでますね。つなぎました。これもつなぎもだった。はい、七味と山椒をお勧めいただいたのに、米沢の内では、ハチさんの激辛スパイス一味に置換されてしまいました。リプレイスでされてしまいました。で、こちらでたっぷりかけました。たっぷりでも普通にかけました。はい、いただきましょう。これは初だった。はい、よし、閉まりますね。あ、程よい辛さ、ピリ辛だね。すいません。おい、これはちょっと、あ、私2号で。2号で。はい。おいしい。閉まりますね、この味はね。ただいま、店内にいるお客さん全員サービスですとサーブされた。こちら、何でしょうか、これは。もう一個上にいるんだけど、うん、夢で俺が言うから、ね、サービスだね。直接ほんで、あの、あーでもね、こうでもね、そこでブリブリ言うから、夢で俺が言うから、何かもう、バカなの結婚のことに何かしっかり仕事しようと思って。どういうことなんだ。ありがとうございます。はい、全然塩味強くなくてね、めちゃめちゃ食べやすいです。というわけで、陽温泉に戻ってまいりました。かつ魚秀さん会計5250円で、まあそのサバのね、唐揚げがサービスで入っているので、まあ、まあちょっと安いなというね。お酒の料金は正直普通だと思うんですけど、料理が安い。あの刺身7点盛り、まあ5点盛りなんですけど、あのお任せだとね1250円なんですよね。あれが安いの聞いてるでしょうね。ということで、大変ありがたくいただきましたね。
というわけで戻ってきてね、ちょろちょろ食べてあったんで、43度弱ぐらいですかね、ということで一旦止めて、あ、お湯は入れ替えました。先ほどね、夕方入った時とかで、完全に入れ替えてね、ちょろちょろ出して食べてたんで、なんとか温度下がったって感じでね。はい、今日もあと動画の編集しかやることないですけど、今動画がここまでで25分ぐらいなんで、ちょっと1本で間に合う気がしてきましたね。というわけで、この後ダラダラ過ごして何度か入って、まあ、あともう1回ぐらいかな。その後寝ようと思います。おはようございます。ただいま5時40何分だったかな。7時間だけやってますね。美容温泉の朝でございます。長女を出してみたんですけど、とにかくお湯足りないので今、ガンガン投入しております。今は40度ぐらいですかね。はい、8時前で多分ラスト入力ですね。動画の編集はなかなか大変でございます。さあ、そして注入方法を変えました。先ほど、朝一の入浴をした後に、一貫ね、線抜いてシャワーで、頭洗って洗わせてもらって、で改めてね、このシャワーからこうかけ流すというね、これをすることで、でかつドアを開けておくことによって暖房ので乾燥している部屋をね、湿度を上げるのも兼ねまして、このようなプレーでね、やっております。これでちょうど41度、大適温でございますね。はい、そしてあれですね、肝心の鼻最後まで戻らなかったね、鼻毛しか感じないんでね、あとわずかの石膏臭とね、残念ですね、ほんとね。もうこれ、このままいって、これこう本当にやっぱコロナだったんじゃないかって説がありますけどね、まあ何のこっちゃでございます。はい、じっくり浸かりましょう。今回もありがとうございました。そしてこれで2022年の温泉入浴おしまいですね。来年はどこに行くのかな。湯温泉9時ちょうどにチェックアウトしまして、700メートル歩いてまいりまして、こちら身延線南甲府駅、超立派な駅舎でございます。これはもともと身延線は富士身延鉄道という私鉄でして、その本社がここに入ったんですね。ということで、その本社ということで、もうめちゃめちゃこの威風堂々、素晴らしすぎる駅舎と、まあ、いうことになっています。そして甲府駅を JR 東日本の管理とされているところの JR 東海としては、この南甲府駅がまさに山梨県の玄関駅というね、そういう形になるので、有人駅、車両の留置もここでやっている、そんな感じですね。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。というわけで無事南甲府駅、有人駅ですのでスタンパーいただけましたね。はい、そして駅は立派で、もここは穴ざらし、構内踏切です。通って、さあ帰途開始ですね。ちょうどいい感じですかね。はい、南甲府駅から身延線甲府行きです。さすがに混んでますね。
はい、終点甲府駅1分試着ですかね。はい、4分差の乗り換えどうですか。はい、まあちょうどゆっくり歩いてちょうどギリギリですかね。ここから JR 東日本です。線路は繋がってですので、ね、定期列車はございません。そしてね、こちらに名残が、昔ここで執拗に JR 東海が運賃を取りっぱぐれてやってたね、出発口の跡があります。はい、やってまいりました。東急あずさ12号東京行きです。電車指定席でございます。まあ、エキネットの、お先に特ダネ30で乗りますので、あれですね、なんだ、 30% です。乗車券分は山手線分です。この列車は特急あずさ12号東京行きです。新宿にて2分ほど停車いたします。新宿発車は12号。はい、新宿駅終点ではございません。新宿駅で降りました。快適にここまでの動画も編集を終えて、あとね、この今とこの分の動画とあともう一本降りるときをね撮ればおしまいというね、理想的な状況で戻ってまいりました。はい、ちょうどね、3分3乗り換えできましたね。新宿駅から、中央総武観光線津田沼行き、今回の旅ラストランです。町駅で下車して今回の旅無事終わりました。ここから900メートル歩いて会社に出勤します。すいません、これ記念にいただきたいんですけども、これで入場して次これで乗り継いできました。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、というわけで無事向こう院をいただけました。というわけでご視聴ありがとうございました。これで2022年の4サメ旅行もできました。また失われた幽霊文字を求めて、リビジョン2も始められましたということです。次回の旅は年末年始年越し旅行を、失われた幽霊文字を求めていろいろ回りたいと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。